ニューヨークジャイアンツのダグアウト。手前はこの年に史上初の専人コーチに就任した三塁コーチのアーリー・レイサム。中央は投資コーチのウィルバーとロビンソンプロ野球コーチとは監督やヘッドコーチの補佐役としてチームが円滑に機能するように支援する役職である。プロ野球は監督やコーチが一般的に選手と同様に背番号をつけたユニフォームを 着用しているという点で非常に特殊なプロスポーツである。この顕著な例外は1901年から1950年までフィラデルフィアアスレチックスの監督を50年間務め続けたコニー・マックと1931年から1950年までニューヨーク・ヤンキースやボストン・レッドソックスの監督を務めたジョー・マッカーシーである。メジャーリーグ・ベースボールにおいては1909年シーズンに ニューヨークジャイアンツのジョン・マグロー監督によって三塁コーチの仕事を与えられたアーリー・レイ・サムが、以後は他のチームもこれに追随し、1920年代には全ての MLB のチームが選手権人コーチに代わり、有給の専任コーチを置くようになっていた。コーチ数の増加に対処して1960年代には、試合中にダッグアウトに配置できる監督は一人、 コーチは6人までに制限された。日本プロ野球でコーチとして所属するものの数は1軍2軍を合わせて20人程度とされる。公式戦ではコーチが試合中にベンチ入りできる人数が8人に制限されており、オーバーする場合はスコアラーなどチームスタッフとしてベンチ入りさせ、この場合はユニフォームは着用しない。特にトレーニングコーチはトレーナーとして ベンチ入りすることが状態化している。試合でユニフォームを着用する機会がなくとも、背番号が付与されている。コーチの背番号は MLB では特に決まってはないが、NPB ではだいたい70番台から80番台、90番台に集中している。ヘッドコーチは基本的にはチーム内で監督に次ぐ2番目の序列を有する監督の補佐役である。 主に作戦面を担当して、監督に状況に応じた助言を提供している。監督が出場停止や退場処分になった場合、または病気や個人的な理由などで試合に出場できない場合には、監督代行を務める。セントラルリーグパシフィックリーグ総合コーチは、球団により異なるが、ヘッドコーチと同じように、作戦面等で監督を補佐する球団もある。また、 ヘッドコーチが投手出身者の場合に野手部門のヘッド格として務めるケースもある。また、投手全般、または野手全般を統括することもある。次期監督に向けて勉強するために、監督の下で総合コーチを務めるケースもある。セントラルリーグパシフィックリーグ作戦コーチは、ヘッドコーチと同じ役割で設置されている球団も、あるが、ヘッドコーチとは別に、 作戦コーチを設置し作戦面に特化するパターンもある。ベンチ担当投手コーチは一人のみが担当し、チーム内の投手全員の指導者である。通常は投手出身者が務めるが、稀に元保守ながら務めたデイブ・ダンカンのような例外もある。スプリングトレーニングの時期から、すべての投手の能力を評価し、体調を管理し、投球に関しての助言を行う。 分析した結果から監督に投手の起用策について提言を行う。投手が疲れている時やイニングの途中に指示を伝達する必要がある場合にマウンドを訪問する。日本のプロ野球では基本的に二人が担当し、一人がベンチ担当、もう一人はブルペン担当として登録することがほとんどである。セントラルリーグパシフィックリーグブルペン。 担当投手コーチは基本的にはリリーフ投手のみにその指導範囲が限定されている。通常は投手または保守の出身者が務める。投手コーチが試合中にダッグアウト入りしている間、ブルペンコーチはブルペンに待機してリリーフ投手に付き添い彼らの仕上がりを確認する。日本のプロ野球ではブルペンコーチとして登録することは稀である。バッテリーコーチは主として 保守の育成指導にあたる。スローイングとキャッチングの基本から、打者心理を読んだ配球を投手に指示するリードまで、教える内容は幅広い。また、投手コーチが、バッテリーコーチも兼任することもある。セントラルリーグパシフィックリーグ打撃コーチは、チーム内の打者全員の指導者である。打撃技術の向上を手助けするために試合前の打撃練習も含めて、打者のスイングを確認し、 打撃に関しての助言を行う。ビデオ技術が導入されてからは映像解析によってスイングの問題点の迅速な発見が可能になった。セントラルリーグパシフィックリーグ守備走塁コーチは試合中には一塁付近と三塁付近のファウルゾーン内に設けられた所定のコーチャーズボックス内に攻撃側のチームのそれぞれ一人ずつ二人のベースコーチが位置している。基本的には 守備、走塁の指導を担当するコーチがつくが、守備、走塁コーチが二人以上いなければ、ヘッドコーチや、打撃コーチが担当することもあるほか、監督自ら、ベースコーチを担当する例もある。また、ベースコーチはあくまでも、担当する仕事を指す名詞であり、肩書きではないため、オープン戦では新任のコーチが経験を積むために、ベースコーチを担当したり、 シーズン中にベースコーチが変わることも時折ある。また、試合前のノックも担当する。セントラルリーグパシフィックリーグ育成コーチは、ファームに設置されることが多く、選手の育成を手助けするコーチのことである。他のコーチと異なり、試合には同行せず、本拠地に残り、選手を指導することが多い。テクニカルコーチは、打撃、守備、走塁等の野手全般、または、 投手全般を総合的に指導するコーチのことである。一例としては2018年シーズンに埼玉西武ライオンズの松井和夫が務めた。特命コーチは主に外国人選手を指導するコーチのことである。一例としては2002年から2003年までトーマス・オマリーが阪神タイガースが務めた。トレーニングコーチはトレーニングなどの指導を行うコーチのことである。 学生時代に専門の知識を学び、プロ野球選手経験のないアスレティックトレーナーが務めることもある。日本プロ野球では単年度契約が基本で、複数年契約の場合も2年程度とされる。年俸は一般には1000万円から3000万円程度。ありがとうございます。